Hey、guys, 皆さんこんこにちは、エリナです。今日のテーマはですね皆さんも気になるドイツ語の定冠詞でございます。ドドイイツツ語語の定詞は多分一番最初にドイツ語を勉強ししし始めて、わー難しいっててわ難いい。っ思思ううとところだだんですけれども、安心してください、うん今回 覚えやすいようにいろんなパターンで覚える方法を考えましたので皆さんもこの動画を見ればきっとどれかしらで絶対覚えられると思いますので最後までじっくり見てください。ロスケーツはい、というわけで今日はドイツ語の名詞と定冠詞格変化って何というところについてレッスンをしていきたいと思います。まずはじめに定詞 ドイツ語のの名詞っていうのがドイツ語学習者の中で一番最初に訪れる壁だと思うので今日のレッスンしっかり聞いてしっかり定関詞覚えられるよううにししていきましょう今回の動画ではまず最初にドイツ語の名詞について2番目に「定冠詞って何?」っていうところ3つ目に「核変化って何なの?」というところそして4番目に「 定冠詞の角変化を覚えよう。そして5番目に、1角、2角、三角、4角ってよく聞くけど、一体何者なのっていうところを説明したいと思います。まずはじめに、ドイツ語の名詞についてです。皆さん、ドイツ語の名詞、なんか難しいって聞いたことありませんかなんか男性とか中性とか女性とか、 なんかよくわからないものを聞いたことがあると思います。ちょっとそれについて話していきますね。実はドイツ語の名詞なんですけれども、必ず男性名詞、中性名詞、女性名詞の3つに分類されています。どういうことかというと、人だけじゃなくって、物とか、例えば机とか椅子って性別はないですよね。なんですけど、この 椅子とかテーブルっていうのもドイツ語だと男性中性女性のどれかに属しますそしてドイツ語の名詞は英語と違って文の途中でも頭文字が大文字になるというのが特徴です下にドイツ語の例文が書いてあって die Frau schickt m a n das Buch と書いてあるんですけれどもこの場合例えば frau f が大文字 m a n が M が大文字、b o u B が大文字になってると思います。これはすべて名詞です。で、ちなみにこの例文、色分けされてると思うんですけど、この色分けは上の男性名詞、中性名詞、女性名詞の色と合わせています。なので、Die Frau、その部分は女性名詞。Den Mann、その部分は男性名詞。Das b u r g 黄色なので中性名詞となってます。この名詞の前についてる D とか Dem とか Das とかは後で説明していくので今は分からなくて大丈夫です。それでは今度ドイツ語の定冠詞って何というところを説明していきたいと思います。ドイツ語の定冠詞はシンプルに言うと英語で言う The にあたるものです。日本語で訳すと そうのと訳せます次に難しい核変化って何っててて何いいうところを説明していきます格変化は教科書によく載っている情報を説明すると、まあ、ドイツ語には男性中性女性名詞があってその名詞が文法中で果たす役割っていうのを書くって呼んでドイツ語では1から4角まであるって教科書に書いてあります。 つまりどういうことかというと実はドイツ語の「格」というものは日本語の「助詞に似ています。日本語の助詞というのは「何々は」とか「私は」とか「私に」「私の」「私を」で「は」とか「に」とか「の」とか「を」つけると文章中で「私」の役割がわかりますよね。なので例えば「私は友達にプレゼントをあげる」っていう文章も 次の例の「私はプレゼントを友達にあげる」っていうのもどっちも「に」と「お」が入れ替わっても文章は成立するしこの助詞があるおかげで文章中の役割が何なのでドイツ語もこの「書く」というのがあることによって文章内でどういう役割をしているのかっていうのが分かるようになっています。 実際に角がついている文章を見ていくとこのピンクの枠の中を見てほしいんですけれども例えばこの下の3つの例文はどれも同じ意味だし正しい文章です例えば「Die Frau schickt den Mann das Buch」も「d e Mann schickt die Frau das Buch」も「d schickt die Frau d e Mann」これは強調する部分が違えどどれも その女性がその男性にその本を送るという文章の意味としては変わりがないです。die Frau という部分が主語になっていて、den man、誰々に、男性に、そしてその本を、das Buch の部分は変わってないですよね。 この「d」と,とか「dem」とか「das」とか名詞の前のこの定冠詞が変わることによってその文章の中でその名詞がどういう役割なのかっていうのが分かるようになってますでは今回のこのレッスンの肝となる定冠詞の核変化を早速覚えちゃおうということで定冠詞なかなか覚えられないと思うんですけれども 私は覚えられなかったんですけれどもそんな私みたいな方のためにいろんなパターンで覚え方を考えましたなので皆さんの覚え方に合わせてぜひ一緒に覚えてこのレッスンが終わったら絶対に全てわかるように覚えちゃいましょうではまずはじめにビジュアル方式で覚える方にこんな表を準備してみました まず男性の一角はでなんですけどであは英語のであ鹿に似てますよねなので鹿の絵をくっつけましたでは男性の二角はですなんですけれどもこれは日本語の何々ですに似てるのでですという絵をくっつけましたでは男性の三角これはでん なんですけどこれは私の大好きなドイツのドラッグストア DM に似てるので,で DM の写真をつけましたでは男性四角は DAEN ということでちょっと電池に似てるかなと思って電池の絵をくっつけました今度は中性名詞見ていきましょう中性の一角は DAS ということで皆さんもご存知チョコレートブランドの DAS の絵をくっつけました。では中性の二角はです。男性の二角と一緒なので、またですの絵をくっつけました。では中性の三角。こちらも男性三角と同じで、デームなので、でーむの絵をくっつけてます。中性の四角は一角と同じくだすなので、こちらダースの絵がついてますね。では次、女性の一角はりなんですけど、 これはまあ英語の D に似てるので D をつけました。女性の二角は d a r ということで鹿の d a r に似てるのでまた鹿がついてます。女性の三角も d a r なのでこちらも鹿がついてます。四角女性の四角は D なのでこちらも英語の D と同じく D をつけてます。複数形の一角は D なのでまた D の A をつけてます複数形の二角はデアなのでしかディアをつけてます複数形の三角は男性の四角と同じくデアなので電池をつけましたで複数形の四角はまたまた D になるので英語の D と同じく D の A をくっつけてますなんだこれ覚えにくいとかなんだこれ変なのって思っても意外とねこういう ビジュアル図って頭の中でインプットされやすいのでちょっとまああのバカバカしいなって思いつつもこの絵をずっと眺めてるとちょっとは覚えやすくなるんじゃないかなと思いますでは次の覚え方は法則発見方式です先ほどのビジュアルを使って例えば男性とか女性を覚えられたら男性と中性青い枠で囲ってるんですけど 表変化がかなり似ています同じく女性と複数も変化がかなり似ています男性と中性で同じ変化をするところは青で書いてある2角と三角ですと dem は同じ変化ですねで女性と複数はもっと簡単で1角2角4角は赤で書いてあるんですけどこれ全て同じになります三角だけ dea と d e でちょっと違うので だけ注意ですというわけで16個あるんですけど同じところを覚えれば覚える数が少なく済むのでこの法則発見方式もビジュアルの後に覚えるのにすごくいいかなと思います。覚え方3番目はとにかく呪文みたいに唱えて覚える方向けですこれは正直一番難易度が高いいと思います。 例えば呪文方式男性一角から四角を続けて「デアデステムデン」中性から中性の一角から四角「ダスデステムダス」女性の一角から四角「ディーデアデアディ」複数形の一角から四角「ディーデアデンディ」これを呪文のように何度も何度も言って覚える方法です最後はですね 難しい定感詞も音楽に合わせて覚えたいっていう方向けのキラキララ星音楽方式ですこれはですねちょっと恥ずかしいんですけれども歌ってみると「デアデステムデンダスデステムダでディデアデアディデアデンリ」 簡単定関詞みんななで覚えよううという歌になりますちょっと歌あまり得意じゃないのでちょっとその辺は甘く見てくださると嬉しいです。はいというわけで定冠詞の覚え方4つご紹介しました。皆さん何かどれかで覚えられそうでしょうか覚えられるといいなと思っております。では 定観詞の覚え方をお伝えしたところで一角二角三角四角ってさっき出てきたけど一体何なのっていうところをご紹介していきたいと思います日本語では一角二角三角四角っていう風に呼ぶんですけれどもドイツ語では実はちょっと違う言い方をします一角はノミナティブ二角はゲニティブ三角はダーティブ 四角はアクザティブというふうにドイツ語では言うので略して「N」とか「ゲ」とか「デ」とか「ア」って書かれることが多いです意味はですね一角っていうのが主語になるもの「何々は」とか「何々が」ですね二角は「何々の」っていうものです三角は「何々に」と訳せます四角は「何々を」と訳せます 実際に例文を使って説明をすると「Die Frau schickt d e m Mann das Boch」というのは「Die Frau」という部分が女性の一角なので女性名詞の主語なのでその女性がとかその女性はというふうに訳せて次「d e m Mann」というところは男性の三角「Dehm」Dem、が書いてあったところですね。 男性の三角なのでこれ三角なので何々にと訳せるんだとなってその男性にと訳せますそして das bord というところはまず中性の四角なので das bord その本をっていう風に訳せるんだなとわかります例えば das bord っていうのは中性の一角でもあるんですけど、これ中性の一角だとその本が何々その男性に送るっていう文章はちょっと変ですよね。なのでここはあじゃあディスカウが女性一角でダスポートが中性の四角なんだなって分かります。で次の例文を見てみると、Der Kugelschreiber des Kindes ist k a p u t といいう,うに書いてあります「コーゲルシュライバー」っていうのはボールペンなんですけれどもこれは男性「デア」なので男性の一角そして「デス・キンデス」というところは「金」とか中性名詞なので中性名詞の二角となって二角は「何々の」と訳せるのでその子供のそのボールペンは壊れている。 という文章になるわけです。ちょっと分かりにくかったなって思う方はまずはじめにさっきのと定冠詞の角1角から4角と男性中性女性複数が書いてある表を準備してそれと照らし合わせながら見ていくとじゃあ「d」はどこにあるかなとか「dem」はどこにあるかなとかそういうのを見ながらチェックしていくといいと思います。ちなみに、 辞書で名詞を調べるときに例えば「ボーフ」っていうのを例にとって見てみると「ボーフ」っていうのを調べると「ボーフ」は抽選名詞なのですととかチュってて書いいあると思いますこれによってこの「ボーフ」っていうのが抽選名詞だっていうことが分かりますでこれは男性名詞だったら「デア」とか「男」って書いてあったり女性名詞だったら「 D とか女って書いてあると思いますなので辞書で名詞を調べたらどの性の名詞なのかわかるようになっていますでは最後にそれぞれ名詞をつけるとどうなるっていうところでさっきは定冠詞の格変化だけを表にしていたんですけれども今度は名詞もつけて表にしてみたいと思いますでは早速見てみましょう はい、というわけで名詞をつけるとですねまず男性名詞は「ファーター」という「お父さん」という名詞をつけてみました「der Vater」「des Vaters」「dem Vater」「den Vater」となっています中性名詞は一角から四角まで「ブ uch」という「本」という名詞をつけて変化させると「das Buch」「des Buches」「d e m Buch」 Das Buch となります女性名詞町という、ットという名詞をつけて変化させると、Die Stadt der, Stadt, der Stadt, der Stadt, die Stadt となります。最後に複数形。単数形の子供というのは、ダスキン、中性名詞なんですけれども、複数形にすると、Die Kinder, der Kinder, Er、となりますこの赤文字でなってるところがちょっと不規則で名詞の後になんかついてますよねこれはちょっとややこしいので次回のレッスンでお伝えしたいと思いますででではは今回のレッスンはここまでです。というわけで次回の動画ではさっき赤字で書かれていたポイント 二角で気をつけることそして三角で気をつけなきゃいけないところを紹介していきますというわけで次回のレッスンまでに絶対に定観詞16個覚えてみましょうはいというわけでここまで学習をしてきたらあとはワークブックでたくさん問題を解いてしっかりと定着させていきましょうワークブックと答えは ストアーズで販売しておりますまたこのレッスンで使っているレッスンマテリアルもストアーズで販売しております動画の詳細欄からリンクに飛んでご購入いただけますと幸いですちなみにワークブックですがこれは前回の動詞の認証変化の例にはなりますが同じようにこの名詞と定冠詞についてのワークブックも別に作成しております デザインにもこだわっておりまして、あと問題もたくさん入れてできる限りいっぱい問題が解けるように、そして使えるドイツ語を身につけられるようにワークブックをオリジナルで作成しておりますので、ぜひご購入いただけますと幸いです。ストアーズではこのように販売しております。ぜひ一度覗いてみてください。こちらのオンラインレッスンでは皆様のサポートによって YouTube 動画を使用して無料でドイツ語のレッスンを提供しておりますできるだけ楽しくドイツ語を教えたいという気持ちでこのレッスンを時間をかけて作成しておりますのでこのワークブックの購入が次回のレッスンのサポートになりますのでご購入のほどご検討のほどよろしくお願いいたしますでは今日のレッスンはここまでです今日もお疲れ様でした しっかり復習をして、まあいろんな方法で覚えられるようにちょっと考えてみたので、皆さんも一番自分に合った方法を見つけて、定観し覚えてみてください。覚えられたらね、そんなに難しいことではないので、まずは覚えるところを頑張ってみましょう。お疲れ様でした。はい、というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。 もしこの動画が参考になったらもっとドイツ語のレッスン動画見てみたいと思う方は是非いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとはいつも通りインスタグラムとツイッターも更新しております。フォローお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。Tschüss!